皆さんこんばんは、西田純一です。今日も金曜日の21時になりまして、またライブ配信を行いたいと思います。今日のテーマはなんと2000年平成12年ということになります。この平成12年、2000年のその1年間のことが全部テーマになるということで、もちろん政治経済から、まあ文化、芸術、スポーツ、何でも結構でございます。いろんなことがありました。そのことを振り返って、まあ今とね、不思議とこの2021年ともうダブるようなことがあるんですけども、そんな不思議な2020年、これ20世紀最後の年なんですよね。2000年というのが2001年の1月1日から、まあ、21世紀ということになるんですけども、この20世紀最後の1年何があったかっていうのをいろいろ皆さんと一緒にチャットしていきたいなというふうに思っております。皆さんのいろんな意見、それから、まあ、情報ありましたらぜひ送ってください。よろしくお願いします。ということで、早速温泉女子さん、いつもありがとうございます。神おむつさんもありがとうございます。こんばんは、今日楽しみにしていました。ありがとうございます。いろんなテーマをね考えていきたいと思うので、それからこれからどんどん外にも出ていきます。例えば、今のそのまあ風俗といいますか、例えば夜の街がどんなことになってるのか、まあもちろん8時までのね、外に出ていい段階でのまあそういうロケになるとは思いますけれども、いろんなまあ本当に普通の人が考えないような、考えつかないようなテーマでもっていろいろ皆さんにお届けしようというふうにも考えておりますので、そちらの方も楽しみにしていてください。ということで、あららら、本当、ハムハムズさんも、シホ、アイリスさん、こんばんは。よろしくお願いします。ミネコさんも、石田さん、こんばんは。おう、早速来ましたね。タケルソノさん、2000年シドニーオリンピック、そうですね。やっぱりシドニーオリンピック、すごく皆さんも覚えてると思います。一番、そうですね、なんか女子の活躍がすごかったな。最高でも金、最低でも金って言ってた柳原ちゃん、田村亮子さんとかね、選手もそうでした。それから、まあ僕なんかはもう一番こう覚えてるのはあれですね、サングラスをこうバーンって外して、まあなぜかですけどね、外した時からこうスパートして金メダルを取った、まあ Q ちゃんですね。Q ちゃんという言葉自体がもう、どうですかね、それこそ大賞、ね、その年の、まあ、いろいろ、大賞を取りそうになったぐらいのワードになっていたんじゃないかと思います。ちなみに、そもそも今日は、オッハーで始めようと思ったんですけども、まあ、流行語大賞は、ちなみにオッハーでした。慎吾ママがね、いろいろ頑張ってましたけども。さあ、志保、アイリスさんも楽しみにしてましたということです。アキラ 100% ありがとうございます。さあ、こんばんは。2020年は、なんと16歳の高校生で、まあ、セブンでバイトした、まあ、初任給8000円を握りしめ。8000円ですか。初任給8000円。で、原付の免許を取りに行った思い出があります。今は、大型自動車まで持ってます。これは、まあ、大型自動車もそうでしょうけど、その免許を持ってますっていうことなんでしょうかね。いや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 。ね、慎吾ちゃん懐かしいという温泉女子さんの、コメントもありがとうございます。この年はライオンハート。まあ、流行りましたね。ミリオンセーラーいったと思います。スマップで言うと、まあ、二つ目のミリオンセーラーだったと思います。意外とね、スマップももうスーパースターでずっと来てましたけど、ミリオンヒットっていうのが、ミリオンセーラーのヒットって100万枚ですけれども、意外と少なかったんですよ。で、このライオンハートが、まあ、二つ目の、まあ、すごく、100万枚を突破したということを覚えてます。そういえば、この年もですね、はい、まあ、他に、ちょっとテレビ番組ですごく印象に残ってるのは、あれは10月新番だったから、2000年の最後の、まあ、ワンクール3ヶ月だったんですけれども、大和なでしこ。ね、松島奈々子さん、そして堤真一君と、あとは東十条さんをね、やってましたね。
イケメンの東幹久君、まあちょっとね、あの悪さとなんかこう不遜さがすごく印象に残ってたんですけど、まあそんな大和なでしこ、これミーシャのあの歌が You are everything、 いやー今聴いても最高ですよね。そういった意味でのそのドラマ、まあ映画はねあんまりヒットしてなかったような気もします。まあバトルロワイヤル、これもなんかもうすごくヒットしましたけど、あれはね結構暴力の描写がまあ衆議院かなんかね、国会でも取り上げられて、それが逆に深作欣二監督が呼ばれて、それで大ヒットになったなんてこともありました。さあですね、これスポーツね、スポーツですね、これ高田正宏さん、スポーツでは日本シリーズで OL 対決が思い出されます。よくぞおっしゃってくれました。4勝2敗で長島ジャイアンツが王大栄を破ったの、今ソフトバンクですけどね、すいません、当時は大栄ホークスでした。王監督のね、もういわゆる野球界を代表する OL が、まあもちろん長島さんはまあそれはジャイアンツをその継いで、まあいろいろありましたけども、この年は強かったですね。松井がなんかすごく打ってたようなイメージがあるんですけど、まあ、とにかくですね、OL がセリーグとパリーグに分かれて、まあ、優勝しまして、日本シリーズで対決したという、いやー、本当に思い出されますね。それから、例えば、タイガー・ウッズなんかも、そうそう。今、ここにありましたけど、タイガー・ウッズね、全英オープンですかね。で、勝って、いわゆる四大メジャー全てに勝って、まあ、いわゆるグランドスラマーになったと。まあ、グランドスラマーを取ったということなんですけど、タイガー・ウッズ。これも思い出されます。これすごいですよ。ジャクソン・瀬戸内さん。2000年問題は焦ったなっていうね。そういえば2000年問題はそれほど大きくならなかったんですよね。だから本当に良かったと思います。で、僕らも、小さい頃から聞かされてたんですけど、あれはどうなったんですかね。なんか、ノストラダムスの、まあ、大予言っていうのが、まあ、言ってみたら外れたと言ってもいいんじゃないですかね。なんか、それほど地球滅亡とかそういうことにはならなかったんで、まあ、僕らは本当に助かったと思いますけど、ありがとうございます。マヤ・ケイさんも、大和なでしこ大好きでした。やっぱり良かったですよね。あ、神おむつさん。さすが詳しい。巨人の、ミスターのね、ミスタージャイアンツ。長嶋茂雄さん。背番号3が復活した年ですよね。よく覚えてますね。なんかいろいろ、まあ、現役時代は背番号3でも絶対の、まあ、ジャイアンツでも当然、まあ永久欠番、もうプロ野球界の永久欠番でもいいんじゃないかと思うんですけど、まあジャイアンツとしては永久欠番になりました。ただそれが監督になったから90とかつけてたと思うんですけどね、この年背番号3が復活しました。いや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 、2000年問題はでもそもそも何が問題だっけって今ちょっとはっきりと思い出さすね、出せないんですけども、詳しい方がいたら、ちょっと送ってください。あ、関口淳子さん、はじめまして。怠け君、こんばんは、出遅れました。いやいやいや、もう全然出遅れてないですよ。間に合ってます。よろしくお願いします。さあ、神尾内さんの、今、ここに、まあ、コメントもあるんですけど、この年に発行されました2000冊、どこ行ったんでしょうね。僕も2000冊結構便利なんですよ。で、綺麗だしね。だからそういった意味で、こう、それが、まあ、手元に来た時は結構取っといて、意外と、まあ、程よくと言いますか、1000円だとちょっとこう、かさばりすぎるけども、まあ2000冊でちょうどね、財布の中でうまく、まあタクシー代なんかちょうど1800円ぐらいとか多いじゃないですか。まあ僕なんか使わせてもらったんですけど、ああいうのってだんだんこう回収されてるんですかね。最近あんまり、見ないですよね。2000冊とか。まあそういった意味でどこ行ってしまったんだろう。これも知ってる方、ぜひぜひ。まあね、どうなんでしょう。まあ、ちょっと、いろいろ、まあお札といえばね、今、もうどん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 こすったりしてたり、
まあそれでもこう古いやつは回収して、言ってみればまあマネーロンダリングの反対みたいな形で、資金洗浄じゃなくてですね、いわゆるこうどこかに隠してあるようなお金をこう取って、それでまあ例えばまあよく政治家がねやろうとするんですけれども、まあそれこそ北朝鮮の指導者なんかもやろうとしてました、そのデフレみたいな、まあごめんなさい、出飲みですね、出飲みみたいなことをやって、いわゆるその今のまあ例えば100万円と、今で言えば100万円札みたいなのを作っちゃうとか、あるいは逆に、そういうのを100万円を自体をもう1万円ぐらいにしちゃうとか、次の1万円ですね、まあ、そんなようなことがいろいろやってこう、まあ、便利に、まあ、隠してるお金を出させて、つまり税金を取ろうとか、まあ、資産をやっぱり確認しようとか、そういうことが行われたりするんですけど、そういえばそのこの年に発行されました2000年ですよ、2000円札シャレだったんですかね、でもね、はい、さあ、あ、KSO646、 はい、 KSO、 これなんて読めばいいんですかね、 KSO646、 はい、さん、頑張れおじいちゃん、あらね、まあ頑張っているかどうかは分かりませんが、まあ年齢的にはそんなことではありますけれども、あ、そうなんです、さっき言おうかなと思ったんですけど、高田正宏さん、ありがとうございます。残念ながら東尾西武は2位でしたというね、当時ですよ、ダイエーホークスが優勝しましたね、さっきも言いました、パリーグで優勝で、セガ、ジャイアンツ、読売ジャイアンツ、長嶋巨人ですね、それで日本シリーズを戦ったという話、まあ最近と違って、ジャイアンツ強かったですね、まあダイエーホークスちょっとね2勝しかできなかったんですけど、でもいい戦いでした、はい、覚えてます。ただあれなんですよ、東尾西武が2位でした。これね、多分松坂大輔あたりも結構いい活躍をし出たんじゃないかな、違うかな、そこちょっと誰かまた教えていただければと思います。さあ、私もドラマでちらっとねさせていただきました、こう有名な脚本家中島武弘先生の真珠夫人、まあ、これには僕は出てないですけど流行りましたね。だから2000年っていうとなんか映画とかがちょっと弱い感じがするんです。もちろん一番興行収入的に世界中ですごかったのはミッションインポッシブル2ね。やっぱりあれは強かったですね。ただ僕なんかが印象に残ってるのは、まあ、外国もので言いますと、グラディエーターかな、ラッセルクロー、監督がね、リドリー・スコットという。でもこの、まあ、グラディエーターっていうのはかなり歴史の、まあ、史実にちょっと基づいてるんですけど、いろいろ組み合わせてすごい素晴らしいこう、まあ、叙事詩みたいなやつをね、まあ、歴史、まあ、一大絵巻みたいなグラディエーター、これが、作品賞、アカデミー作品賞、それから、あれも取ってますね、ゴールデングローブ賞とか、そういった意味で、ラッセル・クロウも主演男優賞を取ってます、ちなみに女性はあの時ねジュリア・ロバーツだったと思うんですよ、ちょっと題名は忘れました。ジュリア・ロバーツは主演女優賞だったと思います。あ、そう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 、お仕事では、あ、石田さん、あ、マヤケイさん、コメント読んでもらえて最高嬉しいです。いやいや、もう本当どんどん読みますから、いろいろ教えてください、近況も知らせてください。これね、ハムハムズさん、 BS 放送がこの年の12月に始まったみたいですねって書いてあります。その通りです。ちなみに BS 放送がその日だけ、いいですか、初配信の日に全ての、僕の記憶によりますと全ての
例えばあの BS、まあ、日テレとか BS 富士とか BSI、まあ、今は BSTBS っていうのかな、はい、そういう BSI だったんですけども、当時はそういう BS 朝日とかも含めて全部が同じ番組をやったんです。その番組が何かと言いますと、忘れませんね、松任谷由実 and her friends という、つまり芸能人がね200人ぐらい、これ TBS の、まあ、僕らのよく知ってる遠藤玉樹さん、プロデューサーですけど、この方が中心になってこの番組をやっていたんですね。いいですか、芸能人200人です。それも堺雅章さんとか、いやもうあの芸能人じゃなくてそれこそあの林真理子さんとかで、まあ、もちろんこういろんなこの有名人、小説家、文化人、あるいはさっきも言いましたけど、まあ、役者さんでいうと奥田瑛二さんとか、もう本当に大御所、まあ、大物でありながらもういわゆる文化的な、あのやっぱり松任谷由実さんが主演で一人でコンサートをやるんです。で僕は覚えてますね、あの時、例えば陰りゆく部屋を YOSHIKI さんが弾いて、で松任谷由実がユーミンが歌うわけです。だからユーミン&ハーフレンズだということで、いろんな方がねあの共演するんですよ。いやでも信じられないことに、これ一つだけ、まあ、ちょっと自慢で申し訳ないんですけど、聞いてください。僕呼ばれまして、本当ですよ、あのこれ本当ガチで呼ばれまして、そこに来てる200人の中に僕も入ってたんです。そしたらちょっと来なさいと、あなた あのこれ生中継でしたからね。で石田君、そういえば私の曲で随分なんか女の子をナンパしたらしいじゃん、ちょっといらっしゃいと、みんなドッと笑ってるわけですよ。それで呼ばれまして、なんかいきなりあの本当これガチですけど、石田君そういえば私のなんかどんな曲が好きだったのとか、ああまああれが好きでこれが好きで、あのね小さい頃は神様がいてとかね、あのまあそうですね、初期の頃の飛行機雲からもうほとんど全部アルバム持ってましたから、あのもういろいろできて、で僕はあのなんかピアノとかあんまりやったことないんだけど、実はじゃあ一曲弾いてって、嘘でしょと思いまして、それでですね、まあ当時お付き合いしてた、はい、あのモデルの方と2人であの壇上でですけれども呼ばれたんですけど、僕にあのピアノの方行って弾きなさいって言われたんですよ。でね、いやいいんですけど、まあ多少はあのユーミンの歌はもうほとんど、まあ、あの多少のそのあれですよ、あの技術ですけど弾けるんですけど、その時にね何を弾こうかと思った瞬間にも、実際芸能人200人で、他にもう一番大きなホールだったと思うんですけどね、あの大手町にある何つったかな、国際フォーラムかな、で、一般の方が2000人ぐらいいるんですよ確か。もうこれ見た瞬間にこう、最初ユーミンと話してる時は良かったんですけど、弾いてって言ってピアノの方に行って座った瞬間にこう2000人が目に入ってきて、うわもう鍵盤が見えない、もう緊張してもう血圧が上がりすぎて、それで何を弾こうか、私歌うかって嘘でしょと。実はあの本当にその時何かね、私の何の曲が好きとか、まあ、チャーキー私の 何の歌が好きだったみたいな、よく遊んでたけどみたいな、で奥田瑛二さんが私の歌は何が好きって奥田瑛二さんが聞かれた時には、海を見ていた午後っていうのがありまして、あの山手のドルフィンはっていうやつで、で僕もすごい好きなのが、これねちょっと話しなくなってごめんなさい、あのユーミンってすごいのは、その時あのソーダ水の中を貨物船が通るっていう歌詞があるんですよ、ね、ソーダ水の中貨物船が通ってるわけです。この海辺なんで、あの喫茶店海辺っていうか、ちょっと高い山にあるんだけど、丘の上にあるんだけど海が見えるんですね。で小さな泡も恋のように消えていったと、普通は反対じゃないですか、恋は泡のようにこう消えていってしまったっていうんだけど、小さな泡も恋のように消えていった、これでもうそのぼーっとそのソーダ水を見つめてる自分で、その中を貨物船が通り、
ね、まあ泡が恋のように消えていったの、ここがすごいんですよ。で僕は本当にそれをパッて奥大さんのね、ちょっとこう 2,3 分前にそういう話があったもんで、じゃあ海を見ていた午後、あ、奥大さんがさっき言ってくれた曲ですねって言ってこう弾き始めたんですけど、もう鍵盤見えないんですよ。でもう震えはしなかったけど、もうね、もうバーって上がっちゃって、もう鍵盤見えないんだけど、まあそんなに難しい曲じゃないんで、あの弾いて終わったんですけど、あの後で町明さんが、石田君、あれ鍵盤見ないでユーミンの見てたよね、びっくりしたよって言うんだけど、本当見えなかった、もう本当に。で、あの最後にさすがユーミン、いつもは私のキーにこの演奏が合わせるんだけど、今日は石田君素人だし、彼のあのキーにだって俺別に D とかね、 A から始まるなんて全部弾きません、 C からなんて関係ない、もうその時は D で始めたように思います。G だったかな、まあいいや、そんなことをちょっと思い出しました。ちょっと長くなりましたけども、はい、あ、スーパーチャット入りました。タケル・ソノさん、本当にありがとうございます。しかもね、コメント好きですよ。さあ今日のテーマみたいなもんです、タイムリーですね、森首相の年でしたねって。皆さん覚えてらっしゃいますか、この2000年、平成12年は、森首相が、これね、小渕その首相が、まあ、在任されてた時に脳溢血になっちゃって、でその1ヶ月後ぐらいに倒れてから1ヶ月後ぐらいに亡くなるんですけれども、まああの小渕さんがこう入院して、倒れて入院して、これはもうあかんということになったんでしょうね。あの実は有名な密室で、自民党の最高幹部が集まって、で森首相が選任されたと。でこの密室談合みたいな、すごくこうもう20年経ってもね、まだそういうこう記憶があります。でそれがまあ奇しくもで、実は、2021年、今年森さんが、彼が今度はあの辞める方の立場だったんですけどもね、あのそんな、まあ、その後密室とか川淵さんをこう推挙されたり、まあ、その後もまあ結局橋本さんがね、あのまあ会長になられて、それは僕らもちろん応援しますけれども、でもそれもやっぱりこう政治主導とか、なんか清和会のなんかね、そんなグループみたいやんみたいな、もう丸川さんまでも皆さん清和会清和会でね、まあ森さんの森派と当時言いまして、今細田派ですけど、まあそんなことがあったりして、上の国、まあ、発言というか失言があって、その次の年に、森さんがまたお辞めに、その時は首相をお辞めになったんです。あの愛媛丸の、事故があったにもかかわらず、ゴルフを辞めないで、まあ、18番までプレーしたっていうことが最終的には引き金になっちゃいましたね。いろいろ思い出されます。さあさあ、なんかね、温泉女子さんもそうなんだけど、そう、歌舞伎町のビデオ店で爆発事故ありましたね。もう雑居ビルでね、もうほんとすごいことになっちゃうんだなというふうなこと。だから意外とこの年ね、事故とか、まあちょっと凶悪ななんか事件が多かったんですよ。まあ毎年多いのかもしれないけど、特に印象残ってます。はい。あら、ゆたみさん、47歳以降はどんな人生を生きることになるのでしょうか。47歳って意味あるんですかね。もしかしてそのゆたみさんが今47歳なのかな。47歳以降楽しいですよ。はい、いろんな意味で、なんていうかな、僕はまあ一番楽しかったって今振り返るのはちょっと早すぎるかもしれないけど、もしかして50代なのかなとか自分では思ってます。まあ60歳代もまあ今のところ楽しかったり、でもまあちょっとね、大変なら辛いっていうこともあったりして、はい、まあ一筋縄ではないです。まあ人生山あり谷あり苦労と違いということで、あーごめんなさい、原田洋平さん、純一さん、当時ね、トレンディドラマあまり出られなくなられた記憶があります。
仕事は主にキャスターなどでいらっしゃいましたねということです。あのスーパー J チャンネルというね、今の、これテレビ朝日ですけども、今も、まあ、大体5時から7時までやってます。それの初代の番組を立ち上げた時のキャスター MC をやらせてもらいました。まあこれで、これになったという記憶はあります。人のこと言えないですね。まあでもあのまあいわゆる辞任というような形ですけども、すいません。あ、武田健さん、キッズウォーが流行りましたねって。キッズウォー、何でした。ちょっとそれに関してはあの武田さんもちょっと教えてください。僕の記憶の中にはというか、キッズウォーがわかんないんで、もしかしてこのアニメとかそういうやつですかね。そっち系ほんと弱くて申し訳ないです。ですね、ゆたみさん、すごいな、プーチンさんも2000年ですよね。そうなんですよ。はい。当時、もう今やもうプーチンさんもね、これから何年も、まあ、あの、まあ、法律上、憲法上は、もう、政権を続けられる、大統領ずっと、まあ、ほとんど終身に近いですよね。まあ、まあいいです。あの、そこは、まあ、ロシアの話なんですけど、でもロシアもその前にね、エリツィンさんとか、まあ、それこそアンドロポフさんとかいろいろありました。その前にはもちろん、あのゴルバチョフさんで、まあ、大体、あの、東西の、なんていうんですか、まあ、例えばベルリンの壁がね、壊れて、まあ、ソ連邦が崩壊したという、まあ、そういうことになりましたけど、この2000年、今日のテーマである2000年、プーチンさんが、まあ、大統領になられました。あ、ルーさん、すごい。あのですね、木村拓哉さんが結婚した年でもありました。石田さんは木村さんと共演されたことありますか？あの、ドラマないんですよ。はい。ドラマ共演したかったですね。少しこう時代がずれたかもわからないんですけれども、キムタクはだけどね、もう出てきたばっかりオーラが違ったんですね。これはよく唐沢俊明と僕なんかがこう会って、飯食ったりした時に、いや、キムタクだけはね、もう勝てないと。もうみんながそっちのオーラに惹かれちゃうみたいな、そんなことを話したのよく覚えてます。ただ、バラエティはね、あの、もちろんいくつか一緒にやらせてもらいましたし、僕はあの、まあ、ほんの数回ですけれども、これ、ちょっと、まあ、年配の方だったら、まあ、若い方は知らないかもしれない。年配の方だったらわかるんじゃないか。あの、夜のヒットスタジオですね。あれを、あの、司会を数回やらせていただいたときに、そのスマップを紹介したり、まあ、その時にこう、いろいろ話したりしたこととか、覚えてます。やっぱり、すごかったですね。もう、スマップさんはもう、キラキラで。ただ、キムタク、まあ、あの、いやいや、スマップはもう史上最高、あ、でも、まあ、嵐もすごいんで、なんとも言えませんけども、史上最高、最強と言われたのは、いわゆるグループだと思うんですけれども、みんな個性がね、やっぱり、それぞれが強くて、みんな一本立ちして、まあ、そういった意味では、すごいんだけど、まあ、キムタクは特にね、やっぱり、その僕司会やってる分際で、あのスマップがこうパッて行った時に踊りとかね、やっぱ見ちゃうんですよ。キレッキレで、うわー、これ司会だけどめっちゃこれいいやんっていう感じで、あのそのスマップのいろいろ歌とあのパフォーマンスとかを、まあ、そばで見させてもらいました。はい。ざけんなよな、決め台詞でした。キッズウォーのこと、あ、ごめんなさい。TBS 愛の劇場の井上真央さんと、ああ、そうでしたね。もう一人女優さんがいらっしゃいました。ごめんなさい。まあいいや、明子さんのね、主演のドラマでした。はい。ざけんなよが決め台詞でしたね。はい。いや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 、あ、あれ？あ、ナマケ君、J チャンネルの J が純一さんの J というのは驚きました。あ、それはそうなんです。
本当最初スーパーチャンネルにしようと思ったら、こういうのってこう登録するんですけど、先に登録があったんですよ。だから、まあいわゆるなんていうんですか、まあ特許みたいなものが先にもう出願されてまして、番組名でもそうなんです。でそれでスーパーチャンネルはで行こうと思ったのにダメか。じゃあ J って言うと、まあジャパンの J でももちろんあるんですけども、純一の J を取ってスーパー J チャンネルで行こうということになりまして、はい、その通りでございます。すいません。ありがとうございます。原田さん、石田さん、カプチーノ熱いうちに飲んでくださいね。今日はちょっとブラックにしてます、すいません。ありがとうございます。まさかまさか司法、アイリスさん、石田さん、金卓に勝ってますよって、まあそれはないですけど、いやもう希代のスーパースターですね。だから僕らが子供の時からテレビ見てて、おそらくこういう風に映ってんだろうなっていうのは、僕らの時代で言うと沢田研二さん、はい、まあ今でももちろん色っぽいっていうか、なんかスーパーなんていうんですかね、もうスーパースーパー、おじいさんって言ったらあれだけど、すごくね、もう歌とかは若々しくて、もう今でも、なんて言うんですかね、もう、ね、一時期こう話題になったように、こう、もう全部埋まってないとやらないよ、みたいな、そういう、まあ、スーパースターとしての、つまり、僕は思うんですよ。スーパースターとスター、まあ、スターでも十分ですけど、この違いはでもすごいんですよ。言ってみればですけども、まあ、当人はそう思ってるかは分かんないけど、僕なりに言わせてもらうと、スーパースターは一度も陰りを見せたことない。大切なところで噛んじゃいました、すいません。一度も陰りを見せたことのないスター、まあ、スター中のスターということがスーパースターだと思います。野球でいうとやっぱり長嶋茂雄だし、まあ、もちろん最後の年はそんなには打てなかったですけども、引退する年はもう、だけどもうとにかく常に、だから一度も陰りを見せたことない。だから僕なんか自分のことで考えると、もうしょっちゅうこうですから、まあ自分でスターダストと呼んでますけど、ちょっとそれでも褒めすぎかもしれないけど、まあそのスターの中のまあクズみたいなね、ダストというか、はいはい、これ、KSO6463 です、よろしくと。 KSO、 はい、びっくりした、よかった。ちょっとなんだろう、こう世の中にね、なんかあってクソって言ってるのかな、 KSO だからとかいろいろまあ思い、まあ大丈夫です、すいません。 KSO6463 いつもありがとうございます。高田雅宏さん、すごいな、みんな。イチローがメジャー行きが決まった年でしたよね。だって日本で7年連続首位打者でしたが、まあ、普通そんな人いないですよね。もう漫画ですよ、漫画。でもあそこまで活躍すると予想していた解説者はいなかったように思いますと。その通りです。これね、僕はっきり覚えてますけど、これ多分ね、日本人野手としては初めてっていうか、ピッチャーは結構いたんですよ。はい。で、野茂さんとかね。まあ、一番古いので言うと村上さんっていう。まあ、この方はそんなに活躍はしなかったけど、まあ、メジャーリーガー初っていうのは村上、これ、正則さんだと思いますけどね。サンフランシスコジャイアンツというところに行って。でも、まあ、ピッチャーは日本人、今でも優秀ですよね。もう、ダルビッシュもいるわ。まあ、いっぱい、今のように、前剣も、まあ、なんていうんですか、日本でね、ちょっと菅野さんはいけなかったけど、まあ、今年はいけなかったですけど、まあ、日本のピッチャーっていまだにこう優秀で、すごいなとは思うのと同時に、そうだ、有原も今回行きましたね。早稲田の後輩ですけども、日本ハムから行きました。テキサスレンジャーズだったと思いますが、あと山口投手とかいっぱいいますが、イチローさんね、やっぱり7年連続ですからね、日本でやってて、もう、うちが来たんじゃないかぐらいの感じだったけど、そこからまた、蘇生と言いますか、確かね、2004年が、まあ、絶好調、最高潮で、いわゆる、世界の、その、
246安打だっけな、ね、もう世界一の記録を、この4年後に出す、まあ、行った年もでも優勝して新人王で、まあ、すごかったですよ。そういった意味ではもう一郎さんもうずっとすごいですね。本当に彼こそ一度も陰りを見せたことがないスーパースター、まあ、野球のような世界では本当にもうびっくりですけど、さて、あ、はるはるさん、失礼ながら配信を重ねるごとに石田さんの表情が生き生きとなられているようで拝見していて嬉しいです。本当に温かい言葉をありがとうございます。いや、楽しいです。でも、いろんなことを、まあ、みんなとこう共有できるというかね、教えてもらったり、すごく目から鱗いっぱいありますんで、どんどんこう表情が、まあ楽しいですね。だから輝いちゃんだと思います。皆さんのおかげです。ルルさん、はじめまして。はじめまして。2001年生まれですと。ということは二十歳じゃないですか。もうすごいね。あ、はいはい。これ003OOではないと思うんですけど、003、ある大物ベテラン俳優が、石田さんはバカ正直で人が良すぎるって言ってましたよと。いやいや、人が良すぎるかどうかわかんないですけど、まあちょっと、まあバカ正直はあるかな。でもうちでは嘘つきって言われてますけど、それはね、ある意味、僕は思うんですけど、これ子供さんを育ててる人で、これ本当に本心ですよ。子供とか嘘をついてやっぱり成長してくるみたいな、そのいろんな創作能力とか辻褄を合わせるいろんな、まあ、知力みたいなものがね、やっぱり最大に発揮されるのが嘘をつく時だから、それは辻褄が合わなければすぐバレるわけじゃないですか。だからそういうのをこう記憶していくみたいな、一つの成長に必要なものっていうふうに僕なんかは思ってきたんですけれども、まあ世の中にはやっぱりもっとバカ正直で、なんか要するにこうちょっと傷つけちゃうから、まあ可愛い嘘をつくことが多いんだけど、それが、うちの奥さんとかは気にならないみたいなんですけど、すいません。はい、あ、そうだ、温泉女子さん、その通り、大江戸線全線開通した年でしたねと。ねえ、大江戸線っていうのは、だからまあ僕らで言うと、まあまあずっと山手なんですよ。目黒区で生まれて、今も目黒区ですけれども、なんかそういうところで言うと、大江戸線というとなんかこう麻布十番とかなんかそういう感じですね。いろいろ、まあ皆さんもご存知の、そのこの間ちょっと事故っていうか、だからいわゆるすごくこう掘り下げた地下の深いところでなんかね、ちょっと事故があったようですけれども、まあ言ってみれば地下鉄なんかもちょっと丸の内線なんかまあまあ早い頃にできたんで、僕らが、学生の時にもありました。もちろん、あ、そうだ、だから地下鉄でいうとこう銀座線なんかもものすごいこうね、青山通りのちょうど下走ってるようですけども、まあそれから次にこう千代田線あたりとかいろんなものが登場した時には、どん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 東西線とかどんどんこう深く行くもんで、もうあれ大体こう国会議事堂とかあの辺のそばですよね。その辺、まあ日比谷とかもう新しくできたのはどんどん下の方で、まあえらいこう歩かされたりするんですけども、はい、ゆたみさん、2000年の頃は休日の昼はどんなカフェに行ってましたか。ありがとうございます。まあオールタイムですけど、ほとんどカフェといえばまずキャンティですね。先ほど、まあ、ユーミンの話もしましたけど、ユーミン、あんまり人の名前言っていいか分かんないけども、まあ坂井正明さんとか釜谷博さんとか、あと いろんな映画監督、まあ、伊丹十三さんとか、もう何かもう僕らが憧れていた、例えばイエローマジックオーケストラ、まあもちろん坂本龍一さんや、まあもう本当にもう希代の、なんていうんですかね、憧れのスーパースター、それも芸能界で成功してるだけじゃなくて、こう私生活でもなんかかっこいいっていうね、
あのそういう方々が行っていた、カフェ、もうすごくこう僕らも憧れてましてね。そうある年、釜谷博さんが黄色いフェラーリディノ、まあ正式にはディノって言わないといけないんですけども、フェラーリディノですね。あの後藤久美子さんもちょっと乗ってましたけどね、あのディノに。それで乗ってガチャンってこう降りて、そのまあこれはいわゆる麻布のキャンティなんですけども、まあイークラキャンティって言って、まあ今西麻布のキャンティもありますけども、それはまあ後々できたもう元祖キャンティ、これイークラキャンティって我々は呼んでました。そことかよく行きましたね。だから何がある、眺めがいいとかそういうんじゃなくて、やっぱりそこを使う人たちの何かこう、教示というか、なんかそういうね、磁場とはじゃないな、バイブレーション、そういうのがあるんですよ。僕、一回こういうことを思うんですけどね。表参道の交差点があります、例えば。でもそこである男女が、もう本当にもう愛し合ってというか、もう楽しくて楽しくて、そういうなんか、バイブレーションって僕、街のその場所のバイブレーションになってくんじゃないかと僕は信じてるんですね。だからそういった意味でやっぱり、そういう場所のバイブレーションっていうことがあのこのキャンティーの中にはあったような感じがします。そういった意味でもあのこれ次の水寛子さん、ハリウッドランチマーケットの2000年記念のブラック T シャツを未だに所持していて、今はいい感じに色あせてネイビーになってます。宝物です。素敵ですね。ハリウッドランチマーケットって言うと、まあ、代官山ですけど、もちろん今でもありますけども、よくやっぱり代官山とか僕も憧れてた場所で言うとナンバーワンは代官山でしたね。なんかね、トムズサンドっていうね、もう何気ないこうサンドイッチがですね、2000円ちょっと超えたりするんだけど、昔チキンとかね、あとコンビーフとかのサンドイッチなんですよ。で、何気ないその、クリームチーズサンドなんていうのもね、玉ねぎとか乗っかって結構辛いんだけど、めっちゃうまくて、それでも1800円とかコーヒー飲んだりすると2500円ぐらいになるようなこの代官山、これハリウッドランチマーケットのちょうど対面ぐらいになりますけど、今でも代官山のあれなんていうのかな、呼び方があるんですけど、一応そこのいくつかあるんですよね。何代官山だっけな、そうです、オーナーは朝倉さんっていう方なんですけども、いくつかあって、そこの、とにかくね、僕らが大学だから、40年じゃない、もっとだ、50年前からそこに通ってまして、この間、もうつい先頃ですけど、閉店されまして、今は別のレストランになりました。ああ、でもね、そう。高田正宏さん、いや私事ですいませんが、いやいいんですいいんですよ。明石海峡大橋渡って淡路島に行った時、これ洲本市ですかね、のヨットハーバーに島田紳助さんがいてびっくりしました。意外に小柄でしたという、やっぱり皆さんこう行きつけのところがあって、紳助さんはまあ僕らもすごく長く一緒に番組やらせてもらって、いやー本当に仲良く、まあ、あの人天才だから、あの人の番組出て帰ってくる時、もう普通の芸人さんたちは、まあ、はっきり言ってもうみんな自信を喪失してこう打ちひしがないとみたいな、そんな感じになってるのをよく思い出しますけども、まあ、僕らも本当びっくりして、あの人のトークはもう最高でしたけどね。これやっぱりよく行ってらっしゃいました、淡路島に。本当大好きだって言ってましたけどね。あとまた武田健さん、これ BS 放送はトラさんとか昭和歌謡とか歌謡、まあサスペンスとか、まあ、高齢者向けの番組に特化してきましたねということで、いやなんかね質的
に、まあ、どっちかというとこう、おとなしいけれども、まあ、まあ、それはそうですよね。日本の人口高齢者も多いんで、やっぱりそういうターゲットを絞ってもいいと思うんですけど、まあ、そもそも、おとなしい、こう、品のいい、品格のある番組をやってる。もう、わーわー、こう、下世話なと言ったらあれだけど、こう、ふざけてるようなのばっかりの、だったら、やっぱ若い人たちはいいかもしれないけど、まあね、まあまあ高齢者の方はそれだと嫌なんでしょうね。はい。たまにはっていうことで BS 放送を見る。あるいは BS しか見ないよっていう、我々のその先輩とか結構多いです。ということで、せいちゃん、こんばんは。石田さんのチャンネル楽しく拝見させていただいてます。ありがとうございます。2000年は、女の子を出産しました。当時はプレミアムベイビー。これミレニアムベイビーじゃないかなと思うんですけど、まあ、プレミアムですよね。いつも子供は。はい。そうそう。だから今さ、ミレニアム世代と女子ゴルファーなんか特にすごくて、なんかシンデレラ世代とか、ミレニアム世代とか、なんかいろんな風にこう言われてますけど、今ミレニアム世代って言うと多分原英莉花あたりがそうなのかな。僕、彼女を中学生の時に最初、お父さんに紹介された時に、なんて飛ぶんだろうと思ってびっくりしましたけど、今でもね、飛びます。でも、すごいお綺麗になって。はい。温泉女子さん。石田さんは車移動のみだと思っていたので、地下鉄に詳しくて意外でしたって。いや、それ地下鉄は乗りますよ。東京とかって、やっぱり便利なんで、電車とか。普通都市って、ロサンゼルス見たって、ないですよ。電車とか。まあ、もちろんないことはないんでもほとんどないですね。まあ、もちろんニューヨークとかいうのはありますけれども。ああ、懐かしい話。もうね、原田洋平さん、そう、尾崎豊さんも西麻布キャンテにたびたび行かれていたかと思いますと。そうなんですよ。やっぱりまあ、ちょっと、さっきも言いました、芸能人の中でも、まあ、芸能人じゃなくても、私生活でも、まあ、おしゃれだとか、そういう生き方、そういう考え方、してる方は、意外とキャンティーっていうのは、やっぱり、こう、ずっと残ってる。だから、僕、おとといも、さっきおとといか、キャンティーのイクラに行きましたけども、やっぱり懐かしかったですね。お、来ました。クルス銀河さん、釜谷津博さんといえば、有名な歌で、我が良き友よがありましたね。ダラララララ、ダララ、ごめんなさい、下手で。ああ、っていうやつです。我が良き友よ。ね、釜谷津さんすごいのは、あの時君は若かったとか、グループサウンズの時からも、もう、昔、こんなにこう、洒落た、歌を、やっぱり書かれるんだな。スパイダースなんですけどね。田辺正一さんっていう、まあ、今はもう、芸能プロダクションで、まあ、芸能界のドンというか、偉い方でございます。その方が、まあ、リーダーで、坂井正明さん、井上淳さん、大野、これ、大野さんってまあ、ギター、井上隆之さん、ギター、まあ、すっごい、こう、メンバーがいて、で、釜谷津さんがやっぱり、特化して、はい、なんか、素晴らしい、才能を発揮されていたんですけど、僕ね、ちょっと余計な話一個だけしちゃいます。いろんな人のお葬式行ったけど、お葬式っていうか、あれは、まあ、お別れの会なんですけど、もう釜谷津さん、大好きで、よく、まあ、二人でご飯を、まあ、ある、イタリアンで、ピッコログランデとかいうところなんですけど、よくね、いろいろ、本当に文化的ないいお話を、いつもこう、していただいて、その大先輩、お亡くなりになって、その、行ったお別れの会、これね、町明さんが、ちょっと MC っぽくやったんですけど、坂井正明さんが、いや、いろんな、ね、確かに葬式があるけど、今ここに一緒にいるんじゃないかっていうような、そんなお葬式でした。釜谷さんも一緒に来て踊ってるみたいな、そういうもう素敵な方でしたよね。だから、
その人をこう送り出すとか忍ぶんじゃなくて、もう一緒に騒いでるっていうようなお別れの会、初めて行きました、そういうのに。はい、さあ武田健さん、あ、ちょっとね、ありがとうございます。行列の全盛期はすごかったですよね。確かに、まあ今もまあまあまあ全盛期とは呼べないけど、今も立派にやってますけど、スタッフが優秀なんですけどね、まず。でももう新助さんに勝てるものは無敵でしたね。いや、もうなんでこんなに面白いのかというぐらい面白くて、我々ももう本当にこう腹を抱えてね、そして笑ってましたけど、すごいのは彼のプロデュース能力、こっちの能力はもうピカイチで天才なんだけど、例えばまあクイズ番組なんかでは、なんかちょっとね、おバカさんトリオみたいなのを作ってね、上地君とか、まあそういう、まあ、歌でも、まあ、出したりとか、そういうなんか自分の番組からスターを作る、そういうのがもう天才的でしたね。覚えてますかね、クイズヒットパレードとか言って、その一つの番組の中のやっぱりコーナーとかをやっぱり面白いと思うと、それをグラッと膨らましたり、そこで本当にスターにしちゃうんですよね。まあ羞恥心なんとかもそうだったんですよ。だから女子もね、今田中マー君の奥様でいらっしゃる、まあスザンヌとか、それからあれは佐藤舞さんね、それからまあ、あと藤本君の奥さんになられた、そういう、なんていうんですか、みんなの面白いところをね、本当に、なんていうかな、引き出すのがうまかったように思います。そう、ヘキサゴンですね。今ここに、秋名松田さん、あ、ヘキサゴンねって、そのクイズヘキサゴン、その中の一つのブロックで、クイズヒットパレードだと思うんだけど、必ず最後に、どんどんみんな変わって、まあ、まずこの、3組ぐらいに分けて、ここの列は、まあ、出来、もうまず筆記試験やって、優秀なやつが前に座ってるんだけど、すぐどんどんこう1個答えていくと抜けてって、最後はどの道、そこの争いになるんですよ。まあ、その方たちが5問でも6問でも何が出てきても、はい、ちょっとね、面白い答えで。僕ね、上地雄介君の、まあ彼は役者でもまあ本当歌手でもいいんだけど、歌手でも非常にまあ立派になられたけれども、クイズ番組のやっぱり天然の、まあ、王者のような、僕的にはすごく面白かったのはね、ありました。もうちょっと覚えてるのは、三権分立は司法立法、もう一つは何、当然皆さんもお分かりと思いますけど、それを司法立法メートルって言ったんですよ。やっぱああいうのね、まあ立法メートルとかね、そういう意味で覚えてたんですよ。司法立法行政ですね。はい、だからまあ裁判所と国会と、まあまあ政府みたいな行政です。まあそんなあれがあっていろいろありました。ああ、またそういうのいっぱいある出てきた。まあそれまた別の機会にやりましょう。ヘキサゴン、私もよく、出演されてました。ありがとうございます。あ、関口淳子さん、これ多分、私中学生の時背伸びして学校側に行ったことあります。キャンティーのことだと思いますけど。そうですよね。僕らもだから、そもそもユーミンなんかも中学の時から行ってたみたいですね、やっぱりね。ユーミンと同い年なんですけど、まあよくそんな話をたまにしました。はい、一緒ですね。さあ、秋名松田さん。あ、これは今言いました、ヘキサゴンね。タケル・ソノさん。そうなんですよ。西鉄バスジャック事件がありましたね。だから、この年意外と、その凶悪というか、びっくりの事件が多かったように思います。それから、あ、タケル・ソノさん。沖縄サミットもあったよね、と。ああ。いや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 。沖縄サミット、そもそも2000年といえばブッシュとまあゴアですかね、まあ大統領選挙で、最後にフロリダ
でどうだ、もうそれでなんか1ヶ月ぐらい待って最後は、フロリダ取った方が大統領になるんです。まあ最終的にはブッシュが大統領になるんですが、ゴアが引いたわけです、その国益のためにということで、まあそうですね、あ、温泉女子さん先ほど、あ、矢野正和さんもいただいておりますが、新助さんに、電話対談してほしいっていうか、いやー、やっていただけるんだったら、でももうとんでもない、もう恐れ多くて、もういつまでも大ファンですけども、新助さん。僕はね、新助さんは絶対、もう嫌なのかな、だと別に悠々自適でお金だっていっぱいあるだろうから、それこそね、政治というかそういうあれで入ってきて、もう頭くることも多いと思うんですけども、素晴らしいので、そっちの方の感覚もですね、来てほしいなと思います。ヘキサゴンのアッキーナ可愛くて好きです。温泉女子さんありがとうございます。あ、タケルソンさん言っちゃった、スピード解散しました2000年にということで、はい、あ、すいません、はるはるさんありがとうございます。スーパーチャットいただきました。石田さんのおしゃべり聞いててとても心地よいですと。そうですか、ありがとうございます、いつもすいません本当に。さあ、先ほどスピード解散しました2000年に。そうなんですよ、まず2000年ね、もう世紀末の最後の20世紀最後の年に、やっぱスピードの解散は結構ショックだった人多いんじゃないですかね。すいません、あの僕はあの別のことで印象に残ってまして、スピード、いやもう知ってますよスピード、もうね、だけど僕が芸能界に入ってクイズ番組いっぱいね、ヘキサゴンなんかも含めて出ました。その中で一番笑った、テレビの中で笑った、本当にあの忘れられないクイズ、これあの多分ね、これはテレビ朝日でやったやつなんで、なんか題名はね、あのいわゆる年度末かになんかにやる今年を振り返って、でそれが2000年だったんですけども、その時にあのバカ選手権、ごめんなさいね、これ本当にその、 あのバカ選手権ってい う選手権で、まあさっき言ったちょっとこうあまりクイズが得意じゃない、方々、芸能人の中のこうもうえりすぐりの精鋭たちがですねやったんですが、とにかく1問当てたら優勝なのに誰も当たんないんですよ。ただしそのいわゆるこう何ていうんですか、先着順といいますか、あの早押しなので、そこにガッツ石松さんがいても、途中で怒っちゃったんですよ。なんだよてめえら、お前らもう全然もう分かってないし、あれなのにあの押してもう本当俺は分かってたってなんか言って怒っちゃった時があったんですけど、まあそれでね、あのよりこう緊張して、さあ世界バカ選手権、その問題がね思い出しました。ごめんなさい、話なくなって。こんな問題です。先頃、ふにゃらふにゃらで、解散した沖縄の4人組の、沖縄出身の4人組の女の子は誰って言ったら、バーンって、ガッツ石松さんが、こう、早押しでやったんですよ。そしたら、やったーって言って、さあ、ガッツさん、いよいよ答えていただけますか、優勝ですかね、どうぞって言ったら、具志堅用高って言ったんですよ。沖縄の出身で、先頃なんとかなんとかで、引退したんじゃない、あの解散した4人組の女の子の名前は、グループ名は具志堅用高ってね。いやー、そこはまだいいんですけど、そしたらブーブーブーってなった時にマジな顔して、しまった、平中かって言ったんですよ。これちょっとわかりにくいですけど、あの、沖縄出身のあくまでもボクサー、あの、離れないんですね。まあ、ガッツ石松さんは、いや、本当は頭いいんじゃないかと僕は思ってるんですけども、もうその時はね、もうガチでしたね。いや、もう顔色変わって、え、違うのみたいな。しまった具志堅、あ、違う、しまった平中かって言ったのが、ちなみに平中さんは、あの、サウスポーのやっぱり沖縄出身のボクサーでございます。世界チャンピオンでした。あ、本当ですか。いや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 、秋野松尾さん、石田さんのお話は頭の良さを感じます。そんなことありません。もうあの、はい、修行中です。こう、かよさん、
コヘリっていうのはついこの間まで見てた、韓国のね、あれはネットフリックスですけど、バカボンのコ・カヨさん、はい、YouTube で石田さんのドラマを拝見してます。本当ですか？ YouTube で、あ、やってるんですか。まあ、わかんないですけど、何かをやってるんでしょうね。ちょっとチェックしてみます。ありがとうございます。さあ、温泉女子さん、しんすけさんね、この間宮迫さんの YouTube チャンネルで電話出演されてましたよ。いやー、いいですね。あの、まあ、その、なんていうかな、それだと何か違うね、狙いみたいに思われちゃうのもなんだけど、いやー、ぜひお話ししてね、まあ、会ってお話できたらと思いますけども。いやー、でも、まあ、でも宮迫さんとはまたもう別格に仲いいですから、僕もちょうどね、恵比寿で、新助さん、宮迫さんがいて、あと、はい、数名、あの時は、論文の亮さんとかいたかな、で、はい、あの、何かでご飯食べた時も、だけど、まあ、新助さんと宮迫さんだったら、もう、早いですから、回転が、あの、すごかったです。まあ、ある意味楽しくて、だけど、居心地が悪いぐらい、もう頭フル回転、僕らもしないとついていけなかったですけどね。はい。お、ガッツさん。大好きみやぞんさんです。ガッツさん、素敵なお話ありがとうございます。いや、ほんと。でもガッツさんはね、すごい、まあ、本とかはもう出されてますけどね。まあ、本当にね、絶対考えてこれはネタだなっていうのはあるんですよ。あの、なんていうんですかね。まあでも、その中でもやっぱり秀逸なギャグみたいな、ギャグっていうか、その、まあ、ボケと言いますかね、太陽が朝出てくるのはどっちって言ったら、はいっつって右からって言ってました。右から、はい、ね、多分反対見たら左からになっちゃうんでしょうけどね。自分のうちでは多分右からで自信あったと思うんですけど、いやいやいや、本当にね、ああ、もうそうか。高田正弘さん、ちょっと直してくれます。2000年の流行語大賞は、はい、さっき僕も言ったオッハーと IT 革命でしたって。そうですね、この時はだからやっぱもう IT っていうのが、まあ総合通信みたい、総合、お互いのね通信、つまりまあテレビとかラジオみたいに、まあ普通で言うと、そのちょっとこう、すくい上げる、意見をすくい上げるとか、リクエストとかの時は、まあ、総合通信になりますけど、通常はやっぱりこう、うん、まあ、放送局側から流すだけという風なのが、IT ということで、まあ、あれですね、2000年から始まったんですよ。だから今、2021年、まあ、21年前なんですけど、でも、今年は、そう、ちょうど、まあ、森さんの年って、ね、先ほど、いろいろありましたけども、いや本当に、まあ、はるはるさんもいろいろありがとうございます。あの、僕らやっぱり不思議な、なんか20年に一遍なのか、なんかそういう、よくちょっとね、その頃のことがまた繰り返されるような、まあ人間ってだから同じようなことをやるんです。まして同じ人ですから。あ、僕もそうですね。あの、いつも反省はしてるし、はい、奥さんにも言われてますけども、まあ、あの、うちでは半分呆れ、まあ、られてるという、まあ、そんなキャラで過ごしておりますが、実に、またまたお時間になってきたようで、こういう、なんか一つテーマをね、いわゆる、その、昭和とか平成だとこう、多すぎるし、ざっくりすぎるけど、2000年っていうところに、今日は着目して皆さんとトークさせていただきました。いや、楽しかったですね。まあ、そういった意味でも、2021年、まだまだ始まったばっかりですけど、ね、ちょっと暗い話題が先行してるけど、どうですかね。初めての延期されたオリンピック、やれたらきっと、なんか、心を打つような、いろんなドラマが待ってるんじゃないかと思うんで、僕、個人的にはやってほしいです。いや、もちろん、あの、安全安心っていうのが、まあ、一番なんですけれども、まあ、もう、その頃は、ちょっと日本の進行が遅いので気になりますけれども、ワクチンとかもある程度こうね、夏ぐらいギリギリですけど、行き渡るんじゃないかなと期待しております。今日は2000年ということにテーマを絞って
お話をさせていただきました。いろんなコメントありがとうございました。それではまたお会いしましょう。さよなら。